改めてなんですけれども、はい、DICE TV にこの4月から仲間入りしました、はい、小澤瞳アナウンサーですね。はい、小澤瞳です。改めてよろしくお願いします。で、毎週金曜日はこの D スタイルという番組を一緒にやっているわけなんですけれども、はい、やっぱ生放送は何回やっても緊張しますね。お二人みたいになりたいなって思いながらいつも勉強させていただいてます。模範解答みたいな。まあ小澤さんもこう新しく4月から仲間入りしたわけなんですけれども、まだまだ皆さん知らないこと多いじゃないですか。まずはちょっと経歴とか知りたいなみたいな。経歴、いきなり面接が始まりましたね。これはそうですよ、 D スタイル面接はね、ちゃんとクリアしていかないと。DICE TV に入る前、はい、まあ、何をメインでやってたんですか。東京の方でアナウンサーをちょっとかじっておりました。かじってたんだ。かじってました。どうですか、こう DICE TV 入って雰囲気。雰囲気、うん、そうですね、皆さん本当にもうアナウンサーの先輩ももちろんですけど、みんなこう明るくてなんかキラキラしてて優しくて、もうすごい素晴らしい会社だなと思いますよ。うまいね。うまいね、やっぱね。するのが。休日とかって何してるの。休日ですか。家にこもってもうずっと漫画読んでますね。最近なんかハマってる漫画とか。最近はもういっぱいあるな。なんだろうな、ウィンドブレーカーっていう。ウィンドブレーカー。はい、ヤンキー漫画が。ほう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 。ヤンキーものが大好きで。なんか意外。え、本当ですか。うん、で家だともうそういうヤンキーに憧れて特攻服。ああ、はい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 。の服を着たりとか。まずはこちらのお題からいきましょう、はい、隣の客はよく柿食う客だ。じゃあこれをね、まずは言ってもらおうかな。はい、隣の客はよく柿食う客だ。なんかちょっとね、ブリッコしてない。まあまあまあ、よしとしましょう。もう一個準備しました。ちょっとね、これ僕がいつも練習している早口言葉で、なんですか。こちらなんですよ。東京特許許可局局長、今日急遽休暇許可閣下。むず。いいよ、ゆっくりでもいいですから。じゃあ行きますよ。難しい。行きますよ、どうぞ。東京特許許可局局長、今日急遽許可局長閣下。これダメです。これはダメ、これはダメです。もうこのね、もう本当いつも噛み倒してるんで、あんまり人のこと言えないですけどね。いやこれからいっぱい練習していきましょうね。そうですね、はい、はい、ビシバシお願いします。うまい棒。うまい棒の食リポ来たよ、小沢さんから。私からですか、はい、じゃあ今日はうまい棒のコーンポタージュ味をいただきます。美味しそう。ちょっとね、アイドルっぽくなっちゃった。いただきます、はい、じゃあもうガブッと一気にいきますよ。サクサクです。すごいふわふわ、軽い、持ってても軽いです。あのコーンポタージュっていうだけあって、コーンの味がふわっとこう口の中に広がって美味しいです。まだまだいけちゃう。可愛いを出しちゃいけないんですよ、アナウンサーだから。出してるつもりないですよ。やっぱそういうところはやっぱダメなんです。怒られちゃった。ちゃんと伝えるのが仕事なんで。そうですね、うん、じゃあコーンポタージュうまい棒いただきます。そういう味方なんですね。聞いたいただきます。いい音。おいしい。ちょっと待って。食リポっていうのはこういうことよりです。これが食リポですか。これが食リポです。だってもう美味しい以外に必要ないですもん。コーンポタージュのこのうまい棒いらないのよ。サクサクとかコーンの味が広がるとか。やばい、これは怒られるかもしれない。実は先輩アナウンサーからもちょっとね、気になる質問が届いていまして、私ちょっと預かってまいりました。まずは永見アナですよ。永見さん、もう女性のトップに君臨している。女王ですね。クイーン永見さん。クイーン永見さんですよ。
すごい格好をしてくる時があります。何ですかあの格好。確かにそう、あの会社に来る時実はスウェット上下で来てるんです。スウェット上下ですよ会社に。ヤンキー漫画が好きって先ほどお話したじゃないですか、はい、でそのヤンキーの漫画に出てくる人たちって割と結構スウェット上下みたいな人が多いんですよ。なんで私もそれを真似してるっていう、それが理由ですね。これはいかがなもんなんでしょうか。永見アナウンサーこれはどうなんでしょうか。もう一人秋元アナウンサーから秋元さん一つ質問が来ててまして、はい、あの初日にあの社員食堂で一緒にお昼ご飯食べましたよね。食べさせていただきましたね、はい、でその時思ったのが、はい、食べ終わるのが俺よりはるかに早かったと。僕もそれ言ったよね。あ、そうです。本当に僕もこの質問書いてあったんですけど思って、なんか食べるの早くないみたいな、うんうん、なそれは何なの。本当にもう昔からの癖です。癖本当にそうなんですよ。早食い癖。そうなんです、小学生の頃からそうでした、うんうん、なんで早食い対決とかもしあったら出たいです。皆さん、改めまして、はじめまして、小澤ひとみです。一静岡県民として、皆さんにあのしっかり、まあ、楽しみながらも情報をしっかりちゃんと届けてきたらなと思います。これからどうぞよろしくお願いします。